おい、このでかい狼ってさ。狼じゃありません、犬です。どっちでも一緒だろ。その子もとってもキュートなので、どうぞ続きを読んでみてください。そうなのか。暴れん坊って書いてるけど、犬は砂のついた足でお家に入り、キッチンでお菓子をむしゃむしゃ食べ始めます。犬の周りは砂やホコリでいっぱいになりますが、犬は何にも気にしません。そしてお前かわいいなと2番目の兄弟をツンツンつつきます。あ、ちょっといいか。はい、何か。これ私だろ。え、このガサツな犬のモデルは完全に私だよな。別にそういうつもりでは。それじゃあこれなんだ。次のところ、お腹いっぱいになった犬は床でグーグーお昼寝を始めました。しばらくして目が覚めた犬のほっぺたにはくっきりとした枕の跡。枕の跡ついてんぞ。絶対私じゃねえか。ポリオはそういう邪気のない姿が可愛いと言いたかったんですが。いや、普通に可愛くねえだろ。だいたい絵本にしちゃ目つき悪すぎだぞこの犬。確かにこのワンちゃんを描くときはマッスーさんを思い浮かべていました。それは認めますけど、ここに書かれていることには全部心当たりがあるんじゃありませんか。だからこそ自分のことだと大思いになったのでは。だいたいマッスーさんは雑なんです。使ったコップも元の場所に戻してくれませんし。はあ、ちゃんと食器棚に戻してるだろ。コップは食器棚の中で左から背の順に並べてるんです。マッスーさんはいつも適当に戻すので、パレオがちゃんと並べ替えているんです。知らねえよそんなの。コップの件だけではありません。すぐスタジオの床で寝るのも、ソファーで足を開いて座るのも、エアコンのリモコンとテレビのリモコンの向きを揃えて置いてくれないのも、全部一度は注意しましたからね。それなのに何も直してくださらないじゃないですか。全部パレオが細かいだけだろ。だいたい気になったらその場で言えよ。それならその場でやってやんよ。やってやんよ。はあ、その言葉で今まざまざと思い出しました。なんだよ。あれはラスがまだメンバーを集めていた頃、まさにマッスーさんとパレオの初対面の瞬間です。マッスーさんはパレオを見て、今日から私が一緒にバンドをやってやんよとおっしゃったんです。やってやんよとは。パレオはその日ベッドに入ってもやってやんよの意味を考えてしまって、寝つきが悪かったです。それは言葉のあやっつーか、細かい言い回しまで考えて喋ってねえよ。それ以外にも怖い顔でじっとこちらを見つめていたり、二人分のスペースを使ってソファーにドカッと座っていたり、ドアの開け閉めも今よりずっと大きな音を立てていて、チュチュ様とパレオの楽園に怪獣が踏み入ってきてしまったのかと、は戦々恐々としました。怪獣ってお前狼よりひどいじゃねえか。だからこの子は犬ですってば。一緒だろ。って感じで、何よそれ、くだらない。くねえだろ。パレオが細かすぎるから。マッスーさんが大雑把すぎるんです。うん、まあくだらないとまでは言わないけど、ちょっと大人げないかな。でもよかったです。お互い口も聞きたくないみたいな感じだったので、もっとすごい理由で喧嘩してるのかと思ってました。
だし、お互いに謝ってごめんなさいで終わりにしたら？お互いに謝って、説明したわよね。遅れないようにさっさと練習を始めるわよ。